ひかりまけんかってちょっといいよねへえー、あんたあんなのが好みなのちょっといいかなーって <laughs> 私は嫌だなどうしてだって不良で特撮で行っちゃってるんだもん勉強できなさそうだしそんなこと言ったらお姉ちゃんだって山奥に住んでる田舎者だし寝坊助の遅刻魔だし変身したら服装違反だし勉強だってそんなにえ <laughs> あんたにその言葉そーっくりお返しするわでもお母さんに怒られた回数はお姉ちゃんのほうが多いもんねお姉ちゃんだからってあんたの分まで怒られてんだからしょうがないじゃない、うん、何にしてもお勉強できる彼氏が欲しいもうすぐ大学のことも考えなきゃなんないしマイさんそれなら妖怪大学に来ればいいじゃないですか試験も何にもないですよそれだけは絶対嫌 なそれじゃあ私妖怪高校に行くねお姉ちゃん友達100人できるかな光さんならきっとできますよバカそんな妖怪ばっかなとこ行って友達できるわけないでしょ昼飯代わりに食べられちゃうのがオチよだいたいお母さんになんて言うつもり妖怪高校に行きますって言うだけだからあんたはバカなの お母さんにそんなこと言ったら顔の形変わるほどボッコボコにひっぱたかれるだけよそうかな美しいしガハハラ学園だってあんな遠いとこを一流の名門だから行かせてもらってるだけでもし都会にあるだけの三流校だったらお母さん 近所の学校に通いなさいっていうに決まってんもんだから私も通ってたんだよね一番近い近所の学校そうなんですかそれでも2時間かかってたもんねそうなのだから私2時間も5時間も変わらないと思って美しが母らに転入したんだけど全然変わるっての <laughs> やっぱ私大学入ったら都会でアパート借りて一人暮らししよう。あ、私もスルスルじゃあ舞さん、ひかりさん 卒業したら妖怪警察学校に入って妖怪刑事になるってのはどうです寮もありますしもし自宅通学がいいなら妖怪バスで送り迎えしてくれると思いますよあ,あそれいいそれはそれとしてさトラさんはいここお風呂場よそれはどうかしましたか <laughs> 出てけ下手い おん、しさまになっちゃったいいのよあんなのはほっといて今度魔剣界にお手紙書いてみようっとやるねひかりちゃんヒュヒュってなんて書くの旗たし城明日夕刻負け犬峠にて待つ剣の光ガク <laughs> そしたらきっと枯れたらあのかっちょいいコスチュームに身を包んでやってくるんだ よし、勝負だヒカリで彼が言うから望むところよってが答えると彼が「とうそ、ソ何家族ハンドガーン!」って拳と拳を打ち合わせるんだそしてねそしてね戦いは一昼夜続き再び夕日が照らす頃マケンカーが言うの「なかなかやるなヒカリ!光」で「あなたもねマケンカー!で」ってが答えるのその瞬間マケンカーがばったり倒れて。 <laughs> どんな技を繰り出そうかな聞いた私がバカだったよ。